自分のレベルの高さ、自分のレベルの高さにね、気づいてない人って多いんです。多いんですね。うん、まあ、例えばですね、コメント欄ですよね。一つ教えてほしいって書いてあったんです。でね、何かっていうと、その方、匂いが気になりますと。ね、匂いが気になる。特に、人の匂い。人の匂い。ね、外出するのが嫌になるほどですってね、書いてあったの。書いてあるのね。うん、不思議です。なぜでしょうか。そういうふうにも書いてあるんです。わかります？これ。多分これね、私もですっていう人、何人かはいると思うんです。まあ、この方は匂いって言ってますけども、匂いとかもそうだし、ね、音が苦手だっていう人もいる、ね。普通の人とか聞こえない音まで聞こえる。はい、まあ、私なんかもね、実を言うと音はそうなんですね。音とか人の声。聞こえるはずのない声、ね、聞こえてます、聞いてますし、はい、前にも言いましたけども、これ他の人には見えてない何か、例えばね、光が見えるっていう人もいる。不思議な光、目の錯覚とかじゃない、他の人にはね見えてないの、ね、これ分かります？こういうのって普通の人には分かりにくい、とってもね、わかりにくい、ものすごく微妙なことなのね。もう一回言うけどね、これ、ものすごく微妙な話です。なぜそういう微妙な違い、人にはわからないことがわかる。そういうね、変な能力があるのか。ああ、変って言っちゃってごめんなさいですけど、自分でもね、これ変だって思ってる人ね、いる。うん、で、他の方もね、コメント欄書いてらっしゃいましたけども、こういう話ってね、世間の人に話しても理解されない、理解はしてもらえない、それどころかメンヘラと言われたりね、変な人扱いされたり、ね、そういうことを打ち明けるだけでネガティブな印象、ね、ネガティブな印象を持たれたりするから言わないようにしてるとかね。ね。でもね、それって本当は高い能力。人間の進化としては高いレベルの話なんだけども、ね。世間的にはこういう話はついてこれない。まあ大半の人はね、そもそも理解する知識も能力もない。だってね、これね、それ、普通だからそれが。普通だからよ、それが。ね。うん、では何のためにそういういろいろな霊感めいたものがあるのか、うん、その人はね、今生きていること自体がそういうね役目なんだよ、うん、今そういうふうに繊細な感覚を持って生きているってこと自体が貴重な役目、うん、でもそういうね、自分のレベルの高さに気づいてない人っていうのは、それがね、自分の欠点に思えたりする。で、人が苦手だったりね、人混みが苦手だったり、ね、自分の弱さだと誤解して、生きづらく感じたりする。ね、まあそういうのって、人の心にも反応する繊細なセンサーというか、ね、そういう霊的な感覚器官を持っている人は野蛮な世間で生きるのが辛いんですというのがある、ね、でもだからこそ貴重です、貴重なんだっていうのが今日の私の話なんです、ね、ああしなさいこうしなさいじゃなくて、そのままのあなたなの、そのまんまのあなたなんです、ね、そのままのあなた、天が与えてくれたあなたという天の廃材というものについて
今日は話をしたいと思います。宇宙で一番優しい神様に今日も感謝します。こんにちは、開運案内人池田芳光です。まずね、ちょっとね、私の反省の話ね、反省から話します。ね、私前にね、こんなことがあったんです。まあ、2年くらい前の話なんですけどもね。2年前違うわ。うん。あら、違うわ。コロナの前だからもっと前か。うん。いや、まあまあそこはいいんだけども、道でですね、道で私の前を歩いてた人、男の人、ね、あれ40代の半ばぐらいだったのかな。まあ、携帯片手にね、携帯で喋りながら歩いてて、はい、はい、駅の近くです。まあ、場所聞いてるんで、とかなんとかね、なんかね、こう、お店探しながら歩いてるみたいなのね、私後ろから分かったんですよ。で、まあ、聞こえてたからね。でね、盲人だっていうのもすぐ分かったんです。うん、視覚障害者。白杖持ってるしね、白い杖ね。ね。私、ほら、父親、高堂さん、もう亡くなったけども、視覚障害者で盲人だったでしょ？ね、白い杖持ったら知り合いも多いんで、ね、私声かけたのね。どこかお探しですかって。お手伝いしましょうかって。ああ、そしたらね、まあ、鉄板焼き屋のお店だったんかな、あれ。うん。まあ、近くにある。ね。どこどこに行きたいって言うんで、ね。私、腕掴んでもらってね。まあ、多分あそこだろうなってね、思い当たるお店あったんで、連れてったんです。んで、ついて、看板に、ね。何々とありますけど、ここですか？言ったら、そうです。うん、足元一段そこ上がってますから、段差気をつけてくださいね。ね、私はね、こういうのは父親で慣れてるんで、誘導して、お店のドアを開けて、じゃあ私はこれでって入ってもらって、で、自分の用事をしに戻ったんだけども、で、戻って、帰ってから、待てよと、うん、店の中まで一緒に入ってって、ね、もしその方待ち合わせとかだったら会う人にちゃんと合わせて引き継ぐまで一緒に店の中まで入っていけばよかったかなってね、ちょっとね、あの時悶々と考えちゃったんですよ、うん、でね、父親にね、ね、亡くなった高堂さんに、まあ、その時はまだ元気でしたけども、ああいう時はどうしたらいいのかってね、ね、聞いたらですね、たら何つったかっていうと、高堂さん、その時によるって。ああ、まあそりゃそうだろうけどね。ああ、その時によるって。確かにね、おせっかいすぎるとね、向こうも面倒だろうし、ね。ああ、まあ、要はね、私がその人に最後までね、ちゃんと聞けばよかったんだよね。ね。ここでいいです。この方ですかって、ここでいいですかとかね。私はね、爪が甘かったんですよ、その時。ね。甘かった。こういうことはね、守護霊さんでもあることなんです。起きることなんです。果たして、どこまで助ければいいんだろうってね、そういうことがある。うん、ガイドスピリットって言うんだけども、ね、スピリットガイド。ガイドスピリットね。ガイドスピリットっていうのは、私たちの魂がこの世で人生の目的を達成できるように守り導いている、そういう存在たちのことですね。うん、あの亡くなった俳優さんでね、死後の世界の研究家として有名だった丹波さんね。丹波哲郎さん、ガイドスピリットのことを守護霊団って言い方をしてたけどもね、確かにガイドをする守護霊さんは一人じゃなくて何人もいるしね、まあ目的だってね、人生の目的だってね、その時いろいろあるんだからね、
いわば指導してくれるのはガイドはグループなんだよね。グループ、集団でサポートする。まあ、いわば霊界でのね、家族的な役割でもあるので、メインは直系のご先祖様だったりすることが多いんだけども、もっと上のステージの霊格の高い心霊がガイドスピリットになってる人もいる。コメント欄、こうね、コメント欄なんかこうコメントとかメールとか読ませてもらっててわかるんですけども、私の話を聞いている人の中には霊格が高い心霊がね、ガイドスピリットになってるね、そういうふうにしてついてる人、割合としてね、多いんだよね。なぜかって言いますと、ね、私の話聞いている人の中には、霊格が高いガイドスピリットになる、本人が霊格が高いガイドスピリットになる、そういう魂を持った人がいる。でもね、自分のレベルにね、気づいていない。まあ、気づいてる人もいるようだけども、それでも生きづらい。自分の欠点に思えたりする。欠点じゃないよ。欠点じゃないです。次元が違うんだよ。次元が違うの。高い次元なの、あなた。まあこれね、分かりにくい話かもしれないけども、人が苦手だったり、人混みが苦手だったり、自分の弱さだと誤解して生きづらく感じたりする。他人の心にも反応する。繊細なセンサーっていうか、そういう霊的な感覚器官を持っている人は、野蛮な世間で生きるのが辛いっていうのがある。でも、だからこそ貴重だっていうのが今日の話なんです。この世で起きていることは、この世のことばかりとは限らないんです。この世の常識を超える、そんな大事なことも起きる。起きている。起きてます。それがもし、誰か、その人の身に起きるとするならば、起きているとするならね、その人は選ばれた人。それがあなただというなら、あなたは選ばれた人だっていうことになる。ただね、それが苦しいっていう時もあるでしょう。あると思います。でも大丈夫。予言します。あなたの身に素晴らしいことが、これからどんどん起きるようになります。本当にどんどん起きるようになります。なっていきます。あなたは、あなたのままで素晴らしい。素晴らしいんです。なぜなら、人が生きていく上で大事なものを、目に見えない人にとって大切なもの、支えている、守っているのがあなたのような人だからです。私たち自身がね、こうして守られているように、あなた自身が目に見えない世界を、あなたのその力、見えない力で守ってくれている。そうなんです、あなたなんです。これはね、分かりにくい話かもしれませんが、今日の話はどうかそのまま受け取ってください。あなたは貴重な存在であること、今そうして生きている、そのこと自体が貴重な役目であること、そのことに気づいても、たとえ気づかなくても、今日の話はそのままね、そのまんま受け取ってください。受け取ってくれてありがとう。ありがとうございます。聞いてくださってありがとうございます。大丈夫。大丈夫です。それでは次の動画でも、今のあなたにぴったりのお話をしていきますので、次回の動画でまたお会いしましょう。
開運案内人、池田芳香でした。